半世紀にわたって映像視聴文化を切り開いてきた。映像を見る楽しさ、喜びはテレビの普遍的な価値であり、人々の思いに応えていくことは映像の東芝の使命。人が追求しているテレビ像とは何か。それはワクワクさせること、驚き、感動、興奮、喜び、さまざまなエモーショナルな体験、そしてその体験をまるで実体験のように感じられる豊かなものにすること。それを具現化するために、今東芝が用いる技術の全てを結集して開発したテレビ、それがセルレス。その実現には、すべての体験の核となる高画質、高音質と、その可能性を広げる録画とネットワーク、3つの技術革新が必要。そのすべてを達成したセルレンザは、テレビの概念を変える。セルレンザの圧倒的な高画質、高音質は、テレビをウォッチするものからエクスペリエンスへと変える。それはもはや、視覚、聴覚といった二感ではなく、五感を震わせるほどのもの。セルレンザの圧倒的な録画とネットワークは、コンテンツをレシーブするものからディスカバーするものへと変える。ユーザーは溢れるあらゆる情報を意識せずに、好きなだけ獲得できるようになる。セルレンザは東芝の総合技術力の結晶。長年のテレビ技術を結集し、さらには半導体技術や LED 技術をも融合した。これは東芝の技術とプライドが結集した最高のエンターテインメントマシン。誕生です。